エドガル・ミルシアデス・ベニテス・サンタンデルは、パラグアイ・レパトリア・シオン出身のサッカー選手。リーガ・パラグアージャ・クラブ・リベルタ所属。ポジションは FW。パラグアイ代表、ドセデ・オクトゥブレのユースチームでキャリアをスタート。2005年にクラブ・リベルタへ移籍し2度の優勝を経験するが、出場機会は少なく、2008年に、クラブ・ソルデ・アメリカへ移籍。レギュラーとなった。 2008年12月に CF パチューカへの移籍が発表された。パチューカ移籍当初は控えだったもののその後レギュラーに定着し、2009から10シーズンのコンカカーフチャンピオンズリーグでは4位体の5得点を上げ優勝に貢献した。2008年10月15日の 2010FIFA ワールドカップ南米予選のペルー戦で代表初出場。この試合の決勝点は、 ベニテスとオスカル・カルドソのいずれが挙げた得点か判断しにくいものであったが翌日にカルドソの得点であると発表された2009年3月1日のエクアドル戦の後半ロスタイムに代表初得点となる同点ゴールを挙げ引き分けに持ち込む活躍を見せた2010 FIFA ワールドカップパラグアイ代表にも選出されグループリーグ第3戦のニュージーランド戦と 決勝トーナメント1回戦の日本戦の2試合に出場した。ありがとうございます。